お疲れ様スラットです。今日はですね、こちらペッカ工場ペッカ抜きやっていきます。というわけで、いらないらしいね、ペッカが。ちょっと前にペッカ動画上げたばっかなのによ。はい、ペッカの枠がなんと親衛隊で、使われちゃってる。もう親衛隊でいい、ペッカがいらないっていうね、まさかのね、そこが変わるんですね。はい、周りをいじるんじゃなくて、もうメイン主軸を、はい、解雇して、もう親衛隊でいいやろと、ペッカいらんやろと、はい、言ったところの、デッキがね、ちょっといましたので、やっていこうかなと思います。まあなんかね、親衛隊で陸で圧かけれるんで、まあ、プラスアルファをゴーストとかユーノとかでも圧かけれるのはね、悪くないことだと思うんですけど、初手ホグギャングはドヤンすぎん。まあ初手親衛隊が言うなって話か。なんかガゴムレかエリババかファルチェですよ。なんかね、あのフリーズです、トルネフリーズみたいな人です、この人で。エリババだと思うんですけど、間に合わないよな、エリババは。間に合ったら終わる。よし、でかい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 。これザップっちゅうか、うっうっ、なんか来るな。よし、でエリババいます、ホグエリババな気がしてます。なんも来んのかい、なんか来るんか思ってちょっと待ったのに。さあ単品ホグ、これ行きたいけどね。まあギャングさえ行ったら古城馬場何で止めるんやみたいな。取るね、もしかして。ああ、でもギャングさえ行ったらこれ何で止めるんや。エリババ間に合ったりする、間に合わないね。ガイーン、でかいでかいでかい。ああ、間に合うね。きつ、ちょっと待って、ごめんなさい、なんかごめんなさい。まあおられない程度ね。フリーズあるっつったけどワンチャンないです。まあまあまあいいでしょ、いいか。ファルチェいんな、ファルチェだる、ちょっと待って。まあガゴムレにファイボで、ギャングにザップで、親衛隊バシンバシンゲーミング。ファルチェ突破できるかな、突破してくれと祈りながら。まあ逆サイ、これゴーストも強いけどね、ガゴムレ来そうなんだよね。ガゴムレのコストだけ持って、よしよし。あー、それ強っ、ちょっと待って、その前ずるいな。お、でかい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 、待って待って待って、でかいぞこれ。ガインガインでかい。あ、フリーズ、いやフリーズずるない、いやもっとずるいことしちゃう。よしよし、14ね、まあ、あれザップで落とされちゃうんで、結局ね、まあ、こっちのホグを警戒しておいた方がで、さすがにこれで落とさせるのは嫌だよね。まあ守りたいよね、ファイブあるんだね、あれあれファイブで守りたい。フリーズきます、よし。いやー、めっちゃいいんじゃないこれ、もしかして、もしかしてだけど、めっちゃいいんじゃない、いっちゃうかこれ。言うのだけね、あんの、あー、いい、トルネードやりますね。まあまあまあ無理はね。あー、めっちゃ雪するやん、ちょっと待って。嫌だね、嫌な攻めが来そうで。いやでも相手ちょっときつそうだよな。ちなみに皆さんお気づきでしょうか、ファイボ2周です。あれ回せる、いや一回ちょっと冷静になる。よし耐えろ、よし、これは止まんの、兄ちゃん。勝つー、勝つーですよね。あぶねー。さあ、まあ、問題は、親衛隊だったらよかったのって話ですよね。ペッカでもよかったんじゃないかっていう。
話よね。いやでもペッカだとエリババギャングっしょ、ちょっとね怪しかった気がするね。え、ラインくんか元プロ、わかんない。もしかしたらまあ、ボムバルとかね、クロスで有名なラインくんかもしれないけど、まあ、ちょっと死ねたら良かったんじゃないの今のに関してはね。さあババスケどんなデッキやねん。まあ、なんか親衛隊セパで親衛隊に対して出たところに相性いいユーノとか、まあ、工場とかマジアチャを出せばいいから、なんか理論上なんか後出しできるっていうね。親衛隊出してからあっちが出たユニットに僕は合わせるだけでいいんで、まあ、そう考えたらちょっと強い。スケババファイボか、なんだ俺、変なデッキだな、変なデッキ来た。まあファイボならこれでいいやろ。まあ一旦死んで出してね、トルネとかやめてほしいな。許しません。よしよしよし、いやこのゴーストのダメージでか、あーうまいなそれ。これ本当に犬くのが正解だったのかっていう。まあファイボ打っちゃおう。よし確実にね。何これラバー、でもスケいるんすよね。いやスケ入れちゃ、いや違う、アチャクイだもんな。いやなんだこれ、何デッキだ、ホグホグ、いや分からん、分からん、分からんすぎてやばい。なんだこれ、あーなるほどね。スケがねマジ意味わかんねえ。コース割いちゃったら痛え。ババもあるしね。あーいいババセパだね。わーめっちゃいい受けするね。スケヒースピアチャクイババロイホグ、おーマジレアすぎてやばい。まあまあまあファイボ持ってらっしゃるんだねお相手さんがね。まあゆっくり、ええ、やばくね、え、それで禁忌すんの、え、やばくね、俺のユニット弱っ、え、相手が今の異常にうまいだけだよな、え、今ので禁忌すんだ、ちょっと待って、あんま見ないからさ、そんな、え、やばくね、今ので禁忌しちゃうん、ちょっと待って待って、びっくりが強すぎてさ、レイジ、え、今のって禁忌すんだ、ちょっと待って、本当にそこがびっくりすぎてやばい。絶対ファイババやん。あー絶対はないんですよねクラロワに。やべ怪しい。ううつえー、それスケ裂いてくんねえかな。あーでスケかいいね。これめっちゃ美味しい。ちなみにうん、耐えるよ、ちょっと耐える、ちょっと耐える、集中。耐えれば勝てるぞ。え？あれ？防衛は？相手防衛忘れてたな、もしかして。ラッキー。攻めりゃええんじゃないのよ。攻めて守って攻めて守るのよこのゲームはね。よしよし、いやでも相手の気ちょっと強そうだったな。使ってみようかな。ね。ババロイホグ。エリババロイホグ、ん？ババロイホグか。
ね、アチャクイスケ、いやめっちゃ強そうではあった。さあババが今日はちょっと多めらしいね。あれ同じなんてことはないよな。人気デッキかシンプル。えマジでさすがになる。こんなかぶりある。わあこれこれ渋いかな。渋いってー。ちょっと待ってよ、おい絶対攻めるからな俺。文句、あースリーマスケティアだ。なんだなるほどね。まあそりゃ陸が多いね。ガゴ、あやめとくか。節約するか。三子です。文句か、まあ、ババがだるいかな。まあ全部だるいな普通に。これ打つかだいぶ悩むけど打たなきゃね一旦今だけね。耐えたい、一旦耐えたい。文句やばいな。確かに新兵隊いたら相手も何まで来たんだこいつになる。いや強いんじゃない。新兵隊走るよ。あれ星入んねえか。でババインのがね結構だるいんだよな。高めに来る。うっ、えってかなんであんま当たってない。今ので今のであんま当たんないなんてことあんだ。まあ三子展開したいよね。ケツからねさせないよ。熱っ熱い。さあ敗北圏内です。文句で反射されたら天才。オッケー、時間稼げばいいんだよ。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。三重子ねもう全然分かんなかったわ。ババアとかさないと本当に、まあ、親衛隊もね、まあ、近いかもしれないけど、まあ、ババナイトほどではないかもね。ババナイトが結局大型から高回転まで全てのデッキ入ってるんで何のデッキか分かんない間に負けちゃうとかがねマジ辛い。親衛隊はねさすがにゴレ親衛隊とかラバ親衛隊はいないからね。多分やったら強いかもしんないけど。何親衛隊が一番強そうだ。ゴレ親衛隊だってどう考えても弱いもん。まあ何でも合うっちゃ何でもか。おい、そこでババが出てくるのはね読めないよね。よいしょ、射抜くよ。テスラのロイかな、ワンチャン。マジでロイ、テスラスキロイっすね。さあ出たこれ。アーチャーがね、でもアーチャーを突破すると意外と陸がないんですよねこの相手。ああめっちゃいいやんそれ。お、竹変わる？でもう一回竹変わる？ゴーストに？行かないか。まあなんとも言えないね。どうだこれは。テスラがだるいな。頑張れるぞ。ペッカの方が良かったのかな。これに関しては。いやまだわかんない。親衛隊の方がいい可能性も全然ある。ロイの防衛とか。どうだ。いやーこれババ持ってんで相手。一回おとなしくマジアチェ行くわ。一回ね。おお、いやー偉いね。え、これ入らんか。ババ持ってるもんな。まあさすがに捨て親衛隊からのロイキとも今エレキあるし。あー強くね。なんか相手セパレートで親衛隊対策の準備万端みたいなデッキしてるよ。ね。
アチャババテスラセパレートありますよっていう。やばいな。あ、マジでやばすぎ。アホ強えロイジャイ。限界突破しなくてそんな強えのかよ。いいなそんな強くて。頑張れよ親衛隊。いけいけ、マジいけマジいけ。え、ちょ待って、やばいぞ。え、お前か、もしかしてぶっ壊れだったの。おい、え、想定外想定外。やばいやばいやばい。え、ワンパンです、破壊です。やば、マジかよ。全然全然強かったわ。え、まあでもこれは相手のロイジェイの攻めを攻め5まで打ってきてたりするじゃないですか。あれをもうね、何ダメージ受けるけど守りすぎずしっかりカウンターにねつなげたね。あのもう許容タワーを1本捨てる予定はなかった、捨てる予定はなかった、守る予定ではあったけど、まあ許容してねしっかりカウンターにつなげたのがでかかったんじゃないですか。アドの暴力。お、これラバじゃない？犬って、犬ってラバですよね。地獄犬てかラバって犬な、だいぶ怪しいな普通に。さあ、止まんないよね。やばい、マジアチャこれ1個角度悪いかな。よし、耐えました、なんとか耐えました。まあナイトボンバーね、ガゴインドかな。あー、なるほど、そういうパターンもあるんだ。ってことはガゴにも弱くボンバーにも弱い親衛隊は今回お休みです。降りたい。いや全然守れるな。ナイトいるんで、まあ言うのでは攻めないですけど、今相手からしたら嫌そう。よしよしよし、まあ、限界突破ナイトいるんでね、ここはね行かないがいいんですよ一旦。まあお休みではあるんですけど、まあ暇親衛隊しとくか。あー、これ強いなインドラ。守る、守りたい、守れない。やべ、やった、これやべ、やべえかも、ないともいる、やべ、ちょっと待って、え、強そう、ちょっと待って、やばい待って、やばいやばい、ちょっと待って、それ天才だね、ナイトが。いやでも親衛隊カツカツランドないわ、ナイト強っお前。いやでも相手リク少ないです、気づきました、あります。これリクないです、だから攻めちゃえば。ちなみに俺もきついです。お互い守れない、うい、守れないよ俺も君もね。よし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 、耐えた耐えた耐えた。意外と親衛隊悪くないんだな。陸がね、親衛隊工場ゴースイヌいるから。陸ユニットがやっぱ足んなくなるっすね。さあ、わあ、めっちゃうまいっすね、こいつ。まあ、迫撃ホグとか、なんかウォールブレーカーとか、なんかいつもやりこぶコウモリ。
やりゴブコウモリに支配されてるやつだと思ってる。あー好きか。なんだ、まあ、ディガポイ的な。マジアシャに支配されてます。ちなみに俺は、おまさかのホグ。うわーホグやん、マジ久しぶり見た。やばい、禁忌される、これやめてほしい。されない、戻ってくる。いやでかい言うの強っ。でこれマイティいないからちょっとうざそう。さあこれマイティには親衛隊が刺さります。あ、まあロケット押しでは刺さんないんですけど、あーまあロケット押しはだるいけどみたいなとこない。ロケ砲がだるいだけであって頑張れるな。これ姉妹親衛隊まで見えるけど、まあボムあるんで一回行かないか。マジアジ警戒で潜って、あーマジアジ警戒ですね。これもしっかり高めにしてくる。えらいね。うわぁ、延命しないでほしい。まあ、するよね、そりゃ。そりゃそうよね。まあ、禁忌できる、これ、あっつ。よしよしよし。いや、このキング起動はね、めちゃめちゃ大事になってくる。これ、何で守るんだ？強っ。ちょっと待って、ロケっこやばい、ボムもやばい。これどうしよう。いやマジタッカーそれ。いやここで逆に親衛隊で行く。いや相手ロケっこ全然出さねえな。いや意外と頑張れてはいる。ロケコがねだるいねんな。一発だけだ、一発だけやと思う。さすがにそこしばく。でかいよこれ。いや親衛隊のカツカツランド。いや強っ。マイティだっけあんた、名前忘れたもん。モグラ、いやマジめっちゃ頑張って耐えてる。ロケット推しに勝てないのが辛いな俺。うーやべ、シャシャったか相手のスケ。良すぎるだろ、1。渋くなってきたよ。やばいこれ。うちのマーが。うちのマーが。やばいこれ、うえっ、オープンで走ったら終わってる。いや、ここらで一発入る感じ。あらあら、ガイーンよ、やばっ。出したっけ。いや出したな。いやでかいでかいでかい。あれ思ってるより強いか。多分ペッカだと余裕で負けるんだよね俺的。俺的
ペッカだと負けるイメージがある。今すぐペッカ使ってる人新枝にした方がいいです。これガチです。もしかしてだけどめっちゃ強い説ない？これ爆連勝してます。おー、まあエリゴレかスパーキーの2択です。マジエリポン強いんですよね。なんかこのデッキもなんか捨ててエリポンにしたら強そうだな。俺新鋭艇か、まあ新鋭艇しゃーなしで入れとくか。あーエリゴレっすね。レイジだったし。あーそうっすね、エリゴレね。ファイボスケキン、なんなんだろう。なんか陸はね、まあ、ある程度あるんですよね相手。ああもう許容というか無視なんだ。なるほど。ああすげえ。まあまあまあこれ1本おられるけど、1本おられるがみたいなのがないかな。なんだこれ。まあ環境かこれが強っ。はい、楽しいクラド、楽しい、吐きそう。まあ環境最強デッキの一つね、エリゴレね。エリポンが強いんだよな。なんかエリポンエリゴレ、エリポンゴブジャイ、エリポンスパーキー、エリポンクロス、エリポンがエリポンすごい多いイメージがあるんですよね今の環境。これ禁忌されたくない。いやーよしよし、まあ、キング起動されなかっただけね。これ別に何でもいいです、止まっていいです別に。さあ教えてくれてますね。マジアチャです。マジアチャオールブレイカーです。抜く、よい、まあゆっくり行くか一旦。どうだろうな、まあボムがだるくて、でも相手のマジアチャにファイブをやりこぶにザップ打てるんで俺。そう考えたら、まあ、意外と悪くない。からのユーノが入るのが実装だな。よし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 。いやでもガインも入るよ、でかいね。ババお前後ろのやつ何やってんだ。あのダメージだいぶ入ったな。まあウォールブレイカー最高ファイボ防衛でいいね。まあマジやっちゃはなんとでもなるしな。あまあこれは取りに来てもまあこれやばくね。そんな竹の取り方ある。いや強ないと、うちの親衛隊も頼むわ。あでも次限界突破親衛隊いけるんで、これでボムを使わしいのいいんじゃない。あそうね、テンプレでその立ち回りね。走れるよ君たちはね、走れるんだよね君たちが。走れるとね工場ババリアも走れるんだよね。工場ババリア全然走んで、何やってんの。サボってんのあいつ。わかるこの射抜きたい気持ち。
まあここで冷静の音が一回守ろうとすんだよな。この350をね守ろうと思ってんだ俺。お、なんか手前に来る。守る方法はねない。守れそう。え、なんか勝つそう。マジで角度変わるやん。いや違う、親衛隊や。うおい、マジかよ。親衛隊ちょっと強えな。好きになっちゃいそう。というわけでペッカ捨てたらねめっちゃ強いんで、皆さんぜひ今すぐペッカ解雇してみてやってみてください。チャンネル登録高評価もお願いします。お疲れ様でした。またね。